時々こういう風に上げて上にかける海苔を切っていきます。おにぎり用の海苔です。丸半分に切ります。その後重ねます。重ねたのをもう一つ半分にします。こんな感じ。で半分になりましたので、これを切っていきます。なるべく細く切っていった方がいいと思います。このぐらいあればいいと思います。で、海苔出来上がりです。大根おろしはおろして軽く水を切って一味。がついていきます。これでもみじおろし出来上がりです。では上にのせるネギ切っていきます。細い方のネギです。でネギ出来上がりです。かける合わせ調味料を作っていきます。お出汁を1杯2杯3杯4杯 4.5 杯、そして薄口醤油が 0.5、本みりが 0.5、 これで沸騰すれば出来上がりです。ゆっくり一緒にお料理できるように結構長くとってます。だいぶプクプクいってきました。いっぺん沸騰させてアルコール分を飛ばして白子を揚げた後にまたこれを温めればちょうどいいくらいになると思います。もうだいぶこの辺もプクプクいってきました。周りがプクプクいってきてさーっと沸騰すれば OK です。あ、いいですね。もうだいぶ沸騰してきました。あ、いいですね。もうこのぐらい沸騰すれば OK です。小さく切り分けていきます。これぐらいの大きさでいいですね。こんな形で切っていきます。あんまり大きいとひっくり返しにするとこういうところがありますから、こういうところを切っていく。同じようにこういうところを切っていきます。で反対、またこういう黒いところがありましたらちょっと取ってあげる。沸騰してきましたらお水を用意します。だいたい 1,2,3,4,5 ぐらいで結構です。また入れます。いっぺんにすると温度がぐって下がっちゃいますから、常に沸騰している状態でやってください。水に入れて冷やした状態です。白子の保存方法です。水を入れてちょっと塩を入れて、塩パラパラぐらいでいいですね。本当に一つまみぐらいでいいと思います。で塩を入れてこのまま冷蔵庫に入れておきます。水は取り替えれば取り替えるほど味は抜けていきますけど、なるべく 2、3 日で食べきってください。天ぷらの衣作っていきます。カップ1杯のお水、冷たいお水の方がいいです。その後卵、おいっぱいこぼしちゃった。いっぱいこぼしちゃった。よーくかき混ぜます。生盛り。振る一手間が揚げ物を美味しくしています。そしたらまた周りにこぼれないように、先こぼれちゃったからな。でゆっくりかき混ぜていきます。周りについているのもきれいに取るようにかき混ぜていきます。これで揚げる衣出来上がりです。下衣。こんな感じでちょっともったいない使い方なんですけど。こういう形で衣をつけて、よくつけます。入れていきます。こういうふうに揚げて、じわーっとなってきましたらもう揚げます。持って中がシュリシュリシュリって感じになってきたらもう揚げます。あ、盛り付けていきます。4つ並べましたらちょっと高めに真ん中を持ってあげる。そうすると見栄え良くなります。少し山ができるように持ってあげると綺麗に見えると思います。揚げ出しのおつゆを張ってあげます。入れていきます。軽く上からかけて、あんまり衣がべしゃってならないようにネギを持ってあげます。ネギは右側に持ってあげるのがいいと思います。そしてもみじおろし。丸くしてもいいんですけど、ポンと持ってあげても、そしてこの中心に糊を持ってあげれば出来上がりです。最後までご視聴誠にありがとうございます。またのご来店心よりお待ちしております。チャンネル登録していただけると励みになります。よろしくお願いいたします。